1986年、後々女子プロレスの歴史にその名を残すこととなる一人の少女が全日本女子プロレスに入門する。その名は工藤めぐみ。前女の一員としてレスラー生活のスタートを切った工藤はここでプロレスの基本を叩き込まれた。今回引退することを決意した工藤は昔を思い出し、生まれ故郷である前女の道場で自分にプロレスを教えてくれたこの人と向かい合った。今回ゲストには、私のコーチでもあり、JD クイーンのジャガー横田さんをお迎えしております。よろしくお願いします。こうやって改めて話すのは久しぶりなんで。そうだね、はい、ちょっと今日緊張してきました。この場所もまた緊張するんじゃない。そうですね、本当にここにリングの中に椅子入れて話すなんて思わなかったです。それも靴で、失礼だね。神聖なリングで。もう本当に工藤はよく貧血を起こして、立てふーってこう、私そういう人見た時なかったからびっくりしちゃって、あなたたちの代では工藤か薫かっていうぐらいね、よく貧血を起こしてふーって、もうただ一番すごいのは自分で、あ、ちょっと具合悪いんで休んでいいですかっていうふうには言わずに、倒れるまでギリギリまで頑張るっていうところがすごいよね、考えてみると。ザガーにとって工藤たち昭和61年組は自分がコーチする初めての教え子であった。果たして彼女は工藤たちをどのように見ていたのだろうか。工藤たちの代って10人、最初はオーディションには受かった、そうですね、10人だよね、はい、そのすぐ1人辞めて9人だったのかな、はい、工藤のね印象はね、もうもちろん可愛らしい子だなと思って、こんな可愛らしい子プロレスできんのかなっていうのが第一印象かな。やっぱどうしてもこうなんかおとなしそうで、本当ね、容姿ももちろん可愛いし、いやこんなおとなしそうな子がプロレスできんのかなと思ってこう見てたんだけど、うちに秘めた強さがあったからね。私気が弱いと思ってたのに、工藤は気が弱いのかなと思ったら、とんでも8分歩いて30分ぐらいで、同期では一番気が強いのは誰だって言ったら、みんな工藤って言ってたから、多分その強さが今を作ったんじゃないかなって思うけれど、私には絶対怒られないようにしてたから、多分怒った時一回もないでしょ。ある、一度ぐらいある。あります。個人的にだよ。個人的にはないです。全体をで怒るってこと、注意をするってことあっても、個人的にはないでしょ。ないと思います。だってそういう風に見せてたもん。絶対にもし後ろで糸を操るようなタイプかもしれない。一番悪いやつ。そうそう、優しい顔して可愛い顔してババンバンっていう感じで、本当にそうかもしれないね。なんか全部教えて、全部守ってあげようって思っちゃったもんね。こう先輩と、ちょうどコーチの私と、あの現役の先輩にと挟まれてるわけじゃない。でその中でこうなんか先輩に怒られないように、こうしたら怒られるよ、怒られたら言いなさいって 言われても、その先輩に横から言ってあげたりとはできないけれど、なんかなるべく怒られないようにとか、そういうふうに思ったなっていう気がする、うん、今から思うとね、はい、そうですね、うん、なんかぶつかってからじゃなくて、そのぶつかる前に対処してくれるような感じだった、うん、無理なんだよね今から考えると。とにかく当たって自分でそれを乗り越えなければね、強くならないのに、その時はなんせこう痛い思いをさせないようにしようと思っちゃったみたいね。その当時なんせ残してあげたかったから、もうやめないでほしい、やめないでほしいって本当に思ってたからね、うん、もう歯をくしばってね、あの意外とポーカーフェイスで顔に表情がこう喜怒哀楽が極端に出ないタイプだったなっていう印象があって、あの練習苦しくても本当に歯を食い縛って頑張って、あのもう倒れるまで、まあもまあ、同期の中で体力のある方ではなかったから、その倒れるまで頑張った姿を今でも覚えてるし、またあとその体力的なことだけじゃなくて、こう新人でお金がなくてこうなんかこうゼリーしか食べてないっていうのね聞いてね、ねゼリーが好きなんだよね、はい、それもあってこうあれじゃカロリー低いからレスラーには足りなかったんだろうね。こう後で聞いた時に、厳しく練習したのはいいけど、あのお金がなくて何も食べるものがなくてゼリーしか食べてないっていうのを聞いた時、もうなんか不憫に思ってね、はあそうなのかと思って、なんかすごくこう親心みたいな感じですごい、はあ、ってそんな裏のね苦労まで私には分からないから、
ね、そうかといって練習を落とすわけにはいかないしね。その時ジャガーさんがこの山のように紙袋にいっぱい食料を買って寮に届けてくれたのを一番覚えてます。うん、あのなんかカップヌードルとかそういうのが良かったかな、はいはい、ねえ、うん、ありましたね。ねえ、だからそういうその印象が一番、うん、うん、あとはなんていうのかな、あなたたち同期はみんなすごく親思いっていうか、あの初めて入った年に母5月だよね、母の日にカーネーションを送ってくれたのを覚えてたかな、みんなに、みんなで、でその入った1年目から2年目3年目ってずっと同期みんなでお金合わせて、あの1年目はカーネーションだけ、2年目はカーネーションと何かプレゼント、3年目はまたカーネーションと何々って、みんなの出世とともにこのね、物って値段じゃないんだけれど、あの例えば私が装飾品好きだったら指輪を買ってくれたり、ピアスを買ってくれたり、ネックレスを買ってくれたり、で引っ越してなんかポットがなければポット買ってくれたりとか、なんかそういう本当に私が今欲しいと思ってるものとか喜ぶものっていうのを本当みんなが知っててくれて、そのね、本当にプレゼントしたからどうじゃなくて、その気持ちがなんかすごく嬉しくて、あの気持ち置いといてくれてるっていう気持ちが嬉しくて、なんかこう涙を、私子供いないけれど、自分のね子供いないけれど、本当にあなたたちが子供のように、あ、親になったらこういう子供に対してこういう思いになるのかななんて思って、なんかその後輩を愛するっていう気持ちをね、改めてこうもっと身近なものって感じさせてくれたのがね、やっぱりあんたたちの代なんじゃないかなっていうふうに思う、うん、私たちも怖いとか厳しいところはもちろん練習では厳しいんですけど、でもなんていうのかな、コーチ以上の、コーチっていう存在以上の感情がすごくあって、うん、だからなんていうのかな、変に心を余計に広げてしまう、だからそれが他の人から見たら甘えすぎてるとか頼りすぎてるって言われたこともあったんですけど、でもやっぱりそれぐらいコーチ教え子ってそれ以上の感覚っていうのが自分の中にあって、だから本当にジャガーさんがコーチをやってもらえて私はすごく良かったなと思うし、今でもそれがねずっと私自身の中にも残ってるし、ああ私って本当にジャガーさんの教え子だなって思う時もすごくあったりとか、ずっとずっとそういうのが自分の中に残ってよかったなっていうのと、やっぱりジャガーさんからいただいたヒップアタック、うんうん、あれだけはもう大切に今も使わせていただいてるっていう感じです、うん、工藤のね、あのプロレスを見ててね、とてもあのどちらかというと器用な方ではないとは思うんだけれど、その基本を着実にあの覚えたいとか覚えようっていう必死さってすごく私新人の時から伝わってるのね。あの人1回で覚える薫がいる、はい、あなたは5回やらなきゃならない、10回やってもできないコンバットがいる、うん、いろいろいるんだけれど受けた、今今日ギャグなんだけどね、いないから言うけどその中であの工藤は意外とはじーっと見て吸収するタイプだったんだけれど、話しかけてくるのが怖かったんだね、あまり話しかけてこなかったもんね。でも今でも覚えてるんだけど、話しかけてくることっていうのは基本の、あれはどういうふうにしたらどういうふうに入っていった、例えば丸め込みのホール回転みたいなものでもどうやって入っていったらあれなんですか、どういうふうにって、すごく基本のことを何回も聞きに来たのだけは覚えてるのね。あのデビュー戦前とか、はい、あの細かいこう不意に入るような技だから、そう、あ、この子は本当に基本を忠実に覚えようと思ってるんだなとか、ものにしようと思ってるんだなっていうのがすごく伝わって、前女での工藤は基本に忠実なファイトで着実に自分のポジションを築きつつあった。実績面でも若手の登竜門である全日本ジュニア選手権の王座決定戦にまで駒を進め、前線むなしく敗れるもそのファイトは大いに将来を期待させた。しかしそんな期待をよそに、工藤は体力的な限界を感じて大好きであったプロレス界から姿を消してしまう。自らも華麗なる復帰を果たしたジャガーは、引退を迎える工藤に対してこんな言葉を送ってくれた。
まあ11年、まあ、ブランクあっても11年っていうことは、まあ、女子のレスラーの寿命としては、まあ、今は平均ぐらいになってるんですかね。中年選手が増えてる中、あ、もちろん早いといえば早いし、またまあその時期かなっていうのも言い方もあると思うんですけれども、私も一度引退した人間だから。ただレスリングってやりきることはないと思うし、そうかと言ってやり残したことがあるとも言い切れないしっていう部分で、すごく引退を決めるのって難しかったと思うんだけれど、自分の中でどこに焦点を置いて引退を決めるかなんだよね、きっとね。だから今やり残したことがないと思ったらそれでいいと思うし、まだ未来があるからね、いつでもまたこの引退の時に復帰の話したらおかしいけれど、またそんな時が思ったら復帰すればいいと思うし、今の時代はね、気楽にとりあえずピリオドを打つっていう形に私は考えてるから、ただ怪我のないようにって思うぐらいで、着実に自分のやりたいことをやってきてくれてると思うしね。 FM にいてほら近くにいつもいたわけじゃないんだけれど、一つのことを残したと私は思ってるから。ジャガーさんは9年で引退されて、それで本当だったらあと1年やったら10年で一つの節目になるって、だから本当だったら10年やった方がちょうどなんかキリもいいし、だけどそこに9年で辞めた、あと残り1年あったら10年なんだけど、その9年で引退を決意したところにジャガーさん自身の考えがあり意味があるっていう言葉を言ってた時に、その1年っていうのは何なんだろうなって自分はその時に分からないで、その1年が何なんだろうと思ってたんですけど、実際自分が引退を考えて迎えた時に、ああって、その時期っていうもの、ただそういう長くやればいいって感じでやろうと思えばできるものだと思うし、やっぱり自分がポリシーを持ってここが引退の時期なんだって決め、その決めどこって本当に誰に言われるものでもなく自分自身で決めなきゃいけないんで、すごく大変だし難しくて、今でもたまにどうだったのかなって悩む時もあるんですけど、でも今になってその時のジャガーさんの言ってた10年じゃなく9年のところに意味があるっていう言葉の、そういう深い意味がなんか私には分かるような、今になってようやく分かってくるような気がしました。これからもまたこれで終わりなわけではないから、はい、いろんな意味でずっと見守り続けたいなと思います、はい、頑張って。アウトブレイカーズ、全場をやめた工藤が再び戦いの舞台に戻ってきた FMW で正規軍との抗争の中で結成した軍団である。今回その伝説のアウトブレイカーズが工藤の引退を聞いて集まってくれた。今回はですね、このビデオのために、ビッグなゲストが、来ていらっしゃいますので、ぜひ紹介したいと思います。一人目は元アウトブレイカーズのコンバット豊田さんです。そしてもう一人は、天田礼文さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。またもう私も引退ということなんで、昔をいろいろ振り返っておしゃべりしたいなと思って今日は来てもらいました。やっぱり私にとってアウトブレイカーズね、みんなにもとってもアウトブレイカーズはね FMW の最初だから、すごく心に残るものがあると思いますけどね。もう7年前、そのぐらい経ってるね。年取るよねみんなね。あんただけでしょ。年取ってないじゃん。どう見たって年子つやがあって、そうそうそう、顔きっかけだしちょっと顔立てば現役の時より太っちゃったかな。わー言うなってよ。ねえ、懐かしいね。ねえ、本当に。旗揚げ当時は何かと批判が絶えなかった FMW 女子に、なぜ彼女たちは参戦したのだろうか。ここで意外な話が飛び出した。アウトブレイカーズ結成のこと残りといえば、言えばあなたたちでしょ。乱入ね。これさ、一番最初誰なの。何がプロス見に行こうって言ったのはどっちの。こっち。私。で、レイブンが行ったんでしょ。うん。で、あんたたち2人で先見に行ったんだよね。なんで来たのところで。待ってよ。誰も参戦じゃないよ、さ
さん誘って誘ってなかったよ。いや、わかんない、あんたたちが話こそ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 なんかやっちゃう。なになになに、なんで気になって聞いたら、なんかプロレス見に行くやろ、どの子気になったなるに決まってんじゃん。でも誘わなかったよね。誘わなかったっけ、やらないって言わなかった、私に。最初行った時飲んじゃう、ね、最初だからそれは切ってるよ、うん、でもあなたたちなんかやっててさ、私たちちょっとプロレス見に行くんだけどさって、私誘ってくれなかったっけ、その2回目の時、2回目じゃない、1回目の時、1回目の時そうだから、なんか最初はさ、知らない人が聞いたら一番初めに行ってすぐ乱入だと思ってるけど、そうそうそう、本当は違うんだよね。1回目は私とレイブンが行って、うん、まあおとなしく帰ってきたんだよね、いろいろ。そうそうそう、志を共にしたはずのアウトブレイカーズだったが、意外なところで亀裂が走る。この時ね、ちょっとね、悪いけど、本当ね、はっきり言ったらムカついた。でも右手でね、殴ると私肩外れるから、左手は思ってた。そうそう、私ね、絶対さ、切ると思ってたの。そしたらさ、なんか知らないけどさ、ちっちゃくなってんだよね。何でやってんだろうとか思ってさ。ほんで、私その時のさ、映像とかたまにビデオでね見たりとかあるんだけど、レイブンとさ、私がそのなんかちょっと亀裂かなっていう微妙なね、その綺麗嫌だってどうしようみたいな時にさ、なんか一人さ、黄色にさ、アニメの T シャツ着て、なんで今そういうふざけた T シャツ着てくるんだっていう人がさ、どうして私に来るのよ。でもさ、どっか絶対そういうとこあるよね。なんかマジで笑かすためにさ、笑かすために着るタンパ履いてるみたいだよさ。ほんでね、自分は試合してないのに、遊びだけ持っていらっしゃる、おらけれ、おらけれみたいなさ、着なかったってね。初めてやったのが初止めの、初止め、あん時ちょっと待ってよ、それまだいたじゃん、あんた。そうだよ、こっちの方が先だっけ、うん、そうだよ、あ、ごめんね。私セコンドだったの、私も持ってからかって今話してそうかと思って、うん、でもいたよ、うん、ね、セコンドだったから、そうそう、レイブその前にね、入院してたんだよね、そうそうそう、喉とか炎症、その時も、ね、あ、そうだそうだそうだ、そうだ、病み上がりだったんだよ、うんうん、で、セコンドに来て、そう、喉が痛いっていうのにさ、思いっきりさ、このコツボもカッとくるしね、声が余計出なくなるよ、ね、ビデオ絶対見直してほしいんだけどね、2対ほとんど2対1だよね、ストリートでやって、うん、やってるよ、そう、そうだっけ、これにみんなに注目してほしいんだけど、スタートで私がトップ飛んだの、でも初めてだったので、ね、私ロープつかかっちゃってね、落っこっちゃったの、ね、落っこったら階段があるでしょ、その時に鉄の大きい階段なの、うん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 、でそこにガーンと落っこっちゃったの、うんうん、それね、レーブンがね、ガーンと蹴ったの、私寝てるじゃん、これ倒れてて、うんうん、ただいきなりあの鉄がね、ここに飛んできて、それが映ってるから見てほしいの、私それでもうね、ちょっと負けると思った。ビデオに、ね、気のせいじゃない、それ気のせい、気のせい、見てお願いします、細かいところ、そんなことない、ステイトメイト、
の板をこんなことに入ってこんなね優しい人こんなことするわけないじゃん。やばいよ。ほんでね今度最後バーって進んでいってのんちゃんが眉毛剃ってもう凶暴になってガーってやって、うん、で今度2回目私がコーナーポストからプランチャー飛んだ時に、うんうん、私がのんちゃんに飛んだの、うん、そしたらね足がちょうど運よくレーブンのとこでガーンって入ったの。すっごいんだよ。これもね映ってるんだけどセコンドでこうやってやってレーブンが私飛んだ瞬間次こうやってやってんの。もう本当に痛くてさ、私だって痛かったんだもん。痛くて涙が出てきちゃってこのバカで。書いてみて、うん、疲れた。なんか久しぶりにシングルっていうか、うん、クドメド全然シングルやったことない、やったことないっていうか、本当にあれ一回できるの？うん、じゃあ前者の時とかあったよ。FMW 入ってはそれが初めて、うん、初めて、最初で最後ってこと？そうそうそう。一回だけなの？一回だけ。あ、そう、うん。やってない。内容とか覚えてる？内容とかは、うん、まあまあ良かったんじゃない？うん。ちょっと私途中で切れてゴングのあれで思いっきりガーンとガンと来たんだから私あれ結構いい音出たよね。そうそうそう。あのね、鉄の深いネジが頭に入ったかと思ったんだから、びっくりして目が手になって見てんの。すっごい私もさ、やった本人がさ、あ、すごい音だねとかね、すごい痛かったの、ここが。すごい音が出たかと思っちゃったね。1回で止まらなかったら3回ぐらいやったんだよね、私。そう。それがね、マザーだったの。それでもさ、こいつ生きてんだよ。死んでると思ったら、もっと生きてんだよ。レイブン荒っぽいんだよ。よく言うよ、ちょっと。私はあなたはほとんど荒っぽくないよ、悪いけど。よく言うよ、あんただってすごいよ、悪いけど。だからさ、こういう人がストリートやったら本当にね、怖いんだと思うよ。危ないよ。なんか収拾つかなくなっちゃうっていうかさ、うん、ねえ、それを何度も私はね、体で感じてきて分かってるけど、よく言うよ。この人もさ、キレるとすごいよね。半端じゃないよね。まあみんなそうだけどさ、うん、この人が一番怖いと思う。ね、みんなね、リングに上がればそれなりのあれは出すと思うの。うん、でも根本にね、うん、ここのここのね、そこにある気持ちっていうのは違うっすよ。ねえ、何が。っていうものが私とは。なんだ、どう違うの？私は優しくて、よく言うよ。いや、よく言うって本当の話してる。言い方もね、ちょっとよくしてるんだよね。うん、そう、うん、逆に言えばいじめられやすい性格。いいもん、そこら辺。でもこのね、こういう一緒の3人組は1人抜け。必ず最後まで続くとは限らず。ね、いきなり唐突の引退発表。そう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 。ね、駒沢が終わったらだよ。終わって、その駒沢やった時は知らなかったの、そんなこと考えてるっていうのは。まあね、離れてるからそういうのも聞かなかったし、でも次の日ぐらいじゃなかったっけ、2日後か次の日ぐらい。え、紙面上、それとも記者会見したの？そうそうそう。ごめんね、なんで知らないの？何も覚えてないの、私。本当にあんたも。それだよ、本当だよ。そういうことをさ、だってさ、放送禁止だよ、あれ。だってよ、普通わかるでしょ。うん、駒沢終わってから何日後だっけ？そんなに経ってないよね。そうだよ、1週間も経ってないんだよ。私全く記憶ないわ。
がんじゃないんだよね。うん、いやそんなことないけど、もうね、自分のことで精一杯なんだから。そうだよね、自分のこともよくやってるからね。そんなことない、ね、記者会見開いたんだ。そうそうそう、ね、相談受けてた、てか聞いてた。知らん。まああんただったらね、できしても、しても無駄だよね。わかる、それはわかる。一人で決めたっていうのはなんとなくわかるような気がするけど、なんかこれでさ、私のイメージっていうのがコロッと変わってくるんだよね。うん、どういうふうに可愛く、最初からイメージなんかないかもしれない。そうだね。ああ、うん、だ相談もなかったんだよね。うん、だ腰が悪いっていうのは分かってた。うん、でもさ、なんかさ、これからだって乗りに乗っていく時だっていう時の引退だったと思うの、私は。なんで今ここでレイブンが抜けちゃったらみたいな。その時は私はもう違うけどね。違うよ、だから、うん、ストリートのその汐留でこの人離れたわけじゃん、うちらから完璧に、うん、で、その後レイブンその時病気してちょっと復帰しそうになってる時だったんだよね、汐留の時でしょ。うん、うん、そう。で、その後少しやって、もうそんな時間ないうちにもう、そう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 、もう駒沢だったもんね。そう、だからのんちゃんと私の対決終わりました、うん、のんちゃん勝って終わりました、うんうん、次はこっち、うん、レイブンとって言って、うんうん、私勝ったんだけど、うん、そっから一勝一敗ぐらいじゃない、うんうん、まあ、勝敗にさ、うんうん、さあこれからごちゃごちゃしてて、まあ行くぞみたいな時の矢先の途中での上の引退発表、うん、だからなんで今急にっていう、うん、そうだね、誰にもほとんど言ってなかったもんね。言ってなかったね、急に。うん、決めたっていうか、あなたたちはそういうタイプだよね、うん、私は誰にでも相談するタイプだよ。だってのんちゃんのせいだ、友情不断だもん。友情不断がなんか知らないけどさ、何にもやしない。だって普通さ、相談したらさ、こう解決の道に進んでいくならいいけど、迷っちゃうもんね、のんちゃんに相談したら余計。どうしてそういうこと言うかな。余計どうしようかなってか、そうそう、失敗したら言うじゃなかったと思う。それはさ、いろんな道を選ばしてあげようと思って、いろんな、なんか人にアドバイスだけはしない方がいい。できないな、もう。やめよう、ちょっと話変えよう。このように今でこそ仲の良い3人であるが、レイブン豊田が現役当時はまさに血で血を洗う抗争を繰り広げていた。一体なぜ彼女たちは戦わなければならなかったのだろうか。振り返ってみれば、それは本当に離婚とかそういう時期もあったよ、確かに。最初の頃は考え方の違いで、うん、でも最後はやっぱり最終的にはうちの女子のことだよね。そうだよね、それが基本にあって、うん、やっぱりどうしてもぶつかっていくっていうのがあったからさ、うん、そもそもこの3人は前女昭和61年組の同期生として同じ釜の飯を食べた仲間で、この61年組は前女のアジャコング、ガイアジャパンのカオル、JD のバイソン木村、フリーのクーガなど豪華なメンバーが共に汗を流した。今回はそんな彼女たちの横顔ともいえる当時のエピソードを特別に語ってもらった。どっちかって言えば、ほら、うちの同期みんな仲良かったじゃん、うん、みんな。そうだね。でも特にこの3人が仲良かったってわけではなかったんだよね、うん、そんなことない、うん、みんなが良かったんだよね、うん、結構なんかあったり集まったりとかしてたし、ねね、最後の最後まで食事当、ね、当番ちゃんとやってたし、ね、あれここが一緒の食事当番。違う、私がでしょ。いつも何もやんないんだよ。いつも出来が。ちょっと待って、あんたたちね、悪いけどね、私がね、ちょっと待って、私とね、エリカちゃん、うん、いつもちゃんと真面目に作ってるのよ。ここっちはね、作ってたよ、ね、あんたはね、作ってたこっちはもっと作らない。なんで、ね、どうしてよ。コロッケソースかけるだけだからね、とか言って、それは高みだよ、うん、そうそう、こっちもそう、あんたもそうだよ。私は決まってんだよね、カレーか野菜炒めなんだよね。そうそうそう、でさ、シチューか、シチューかね、うん、で野菜炒めでさ、具がこんないっぱいってさ、手首こう返せなくて重いところはのんちゃんなのね。でしなってきたら私なの。で、作ってたよね、二人組でね、やってたんだよね。一番なんか多いのはカレーとかそういうのに、ね、適当にさ、ね、なんか言えるだけだから大丈夫だよ、食べればいいよっていう感じで作ってるでしょ。レイブンはさ、確かに美味しかったね、レイブンとのんちゃん凝ってたんだよね、量でこんな美味しいもの食べれるか、うん、最初なんかさ、最初だったから、うん、あ、なんか美味しいもの作らなきゃとか、肉団子作ったりとか茶碗蒸し作ったりとか、だんだん頭にきたらもういいかって感じでさ、レイブンたちのさ、問題点はさ、美味しいんだけど食べるまでに時間かかるんだよ。そうなんだよ、だって一緒にあいつこれで作ってんだよ。まだ本開いてさ、ちゃんとこうやってきてるやつ、この人ね、まだね、私覚えてんだけど、寮に住んでた時に、うん、ジュースあるじゃん、うん、ここにね、マジックですぐ書いておくの、日にち書いてくる、あったこいつ超ケチだよ、悪いけどみんなでさ、こうやってあれみたいなとか言ってすぐ聞いてるぜとか言って、それあった、よく覚えてるよ。それはさ、それはね、
まで来てね、飲んでやるって私も飲んだことあるけど、そしたらさ、帰ってきて泣いてた私の人生ここまで書いてあったのにないって書いて絶対ね、誰かが勝手に飲んでるんだよ、飲んでるとか言って飲むから書き出したんでしょ。そうだよ、そんないきなり書かないよ、ね、みんな書き出したんだよそうだ、ほんとみんなが、この人がそうだよね、最初で、何でも九度目って書いてたよ、全部置いとくの最後の、最後に一言もう二人にね、聞きたいんですけど、引退式、引退試合ですね、私の、うん、それはほら、その日でさ、今までやってきた集大成すべてをそこに出さなきゃいけないわけでしょ、すごく大切な試合になると思うんだけど、何を一番心に思ってリングに上がるべきか、それは二人とも経験してるし、私はまだこれからだから参考にしてもらしたいなと思うから、まあ九度目の場合はもう全部自分の今までのね、思ったものを全部出し切った方が自分にとってはすごい後は残らないと思うし、うん、まあ勝ち負け関係なしで、あとまあ喧嘩になっても揉めてもいいと思うんだよね、これが最後だから、自分がいいと思ったものを全部出した方が、あの後は絶対残らないと思うからね、うん、まあこれどうしようかな迷うとかそういうのは一切考えないで、うん、相手に全部そういうの出し切った方が、うん、その方がなんていうの、後は残らないと思うから、すっきりしてやめていけると思うんだけどね、うん、何も余計なものね考えなくていいと思う、うんうん、なるほど、頑張ってね、お疲れ様でした、ありがとう、まだ終わってないか最後本当体だけは気をつけて、そうだね、うん、それまでねやっぱり体ね壊れたら大変なことしね、うん、でもこうやってみんなの引退それぞれ3人がね集まって見れるっていうのは良かったよね、うん、それぞれ、うんうん、ね、バラバラにやめてはいったけど、うん、でもそれぞれの引退式をみんなで ね、 そうだね、天田が去った FMW 女子マットは工藤と豊田の構想を中心として展開されていく、今回ゲストは、BMW のお父さん的存在でもある鬼田さんをお迎えしてお送りします、お願いします、お父さんですいやいやいやね、お父さんになりましたか僕もいつの間にかこうお父さんって呼ばれるようになったなっちゃったんですけど、あもう何年前かな、もう最近ちょっとド忘れが7年ぐらい前、あれ俺ね工藤めぐみをね初めてねこうまあプロモーター的な感じで見た時にね、あいいなと思ったのが多分ねこれね新潟の体育館だと思ったんだけど、なんかこう勝ち気さの中になんかねこう女のこうパッとね髪がね揺れたんですよ、ですごいねその相手の選手に対してメンチを切ってんだけど、それがねなんか妙にこう闘争心とある反面その女の本当の意味での闘争心をかきたてられるような、 FMW って非常に根本的にすごい厳しいところがあるし、じゃあ男子と女子のリングっていうのは昔のルーツからいけばそれはありえなかったことなんですよね、ある種さ邪道なんだよね、やっぱり女子は女子であるべきだし男子は男子であるべきというのは、それがミックスされた団体がうちのリングだったわけだから、男子プロレスと女子プロレスが同居する FMW は当時のマット界ではまさに異例の団体であった、創始者である大仁田は一体 FMW 女子をどのように見ていたのだろうか、結局通常のリングだと5m50か5m40かが女子のリングなんですよ、だけどうちのリングって 6m50 あるじゃないですか、はい、ということは約70センチから80センチ大きいわけだよね、ということは歩幅も大きくなるし、それだけ体力的なものを、それにリングの硬さも男子用に作ってあるからダメージもかなり大きいっていうのは、多分
今まで見てた人は分からないと思うんだけど、そういった部分で非常に体を酷使したんじゃないかなと思うんだよね。辛かっただろうと思うし、だけどそれを多分女子という価値観のもとに作り上げたのが多分僕は工藤めぐみじゃないかなと思うんですけど。 FMW の創世期には女子による異種格闘技戦も行われていた。グンダレンコ・テレチコワとの一連の構想もその一つである。この戦いに工藤はレスラーとしての誇りと FMW の一員としてのプライドをかけて挑んでいった。難敵テレチコワに涙を飲んだ工藤は雪辱を果たすため再びその大きな目標に襲いかかった。目に見えての敵っていうもの、だからそれまでやっぱり見えないものとの戦いっていうのが結構多かったんですけど、テレチコワが現れたことによってやっぱり目に見える大きな敵が久々に現れたかなっていう試合でしたね。で自分の中でもまあスランプっていうか結構迷いが出てきてた時だったんで、それをその試合を機に、まあ、新しい気持ちの切り替えっていうものにもなった試合がテレチコワ戦だったかな。工藤が残した偉大なる実績の一つに団体対抗戦での活躍が挙げられる。横浜の、はい、やっぱりあの工藤めぐみコンバット豊田と、それと、誰だったかな、ブル中野と、北斗晶、はい、その試合から対抗戦っていうのが生まれたと思うんだよ、ね、でもこうやって考えだからね、はい、こうやって考えると、はい、FMW が最初に引っ掛けしたんだよね。それで俺もねそう思うんだよね。工藤は歴史に残る初めての女子プロレスのオールスター戦でメインイベントのリングに FMW 女子の看板を背負って登場した。前女の1年後輩にあたる山田豊田に敗れた工藤、この時の悔しさがホームリングともいえる川崎のマットで爆発する。コンバットというデイ、同じく140番の工藤めぐみ。
団体対抗戦が活発になるにつれ、ついにこの61年組頂上対決ともいえるこのカードが実現した。この一連の対抗戦の中で工藤は井上貴子とも激突した。工藤は前女の先輩にあたる堀田とも川崎のリングで再会する。対抗戦のクライマックスとなった東京ドームでの大会では、工藤は JWP の福岡ひかりとタッグを組んで貴子キューティーとぶつかった。工藤の目には一体このオールスター戦はどのように映っていたのだろうか。やっぱり上の方取りたかったと思うんだよ。ほら、メインイベント取りたいとか、やっぱり女子は女子のプライドがあって、多分さ、じゃあ3試合目でやったりとか4試合目でやったりするじゃない。まあたまには1試合目でやったりする。自分はある程度の地位なのにっていうさ、そのギャップと常に俺戦ってたと思うんだよ ね、 そ、 ね、そういった部分でね、すごいね、あなたたちの我慢っていうか、やっぱり私一時女子プロの中で対抗戦が
すごくブームになった時にみんな対抗戦対抗戦って言ってた時に私はいまいち対抗戦に乗り気じゃなかったっていうのはもしかしたらそこが一番原点にあるのかなって。いつもその男子よりも上に行きたいとかもっともっと女子の地位を上げたい FMW の中においての地位を上げたいとかもうそこに目先がそこに行ってたんですね。だからよその女子とかはもう一切関係ない、とにかく今戦ってるリングの上でちょっとでも上に行きたいちょっとでも行きたいっていうのが常に頭にあったんでそれを置いて他の女子にとかっていう気持ちにはならなかったんじゃないのかなって自分の中で。カリスマが消えて新しく生まれ変わった FMW の風景は微妙な変化を見せていった。女子の活性化もその一つである。そんな中で土屋が率いるマッドドッグミリタリーズは禁断の狂気有刺鉄線をリングの中に持ち込んだ。試合後、度重なる有刺鉄線を使った攻撃についに工藤の怒りが爆発した。
試合後、工藤は土屋に向かい手を差し伸べた。これがその後工藤土屋組の実現という信じられないような事態につながっている。しかし FMW を身をもって守ろうとする工藤の敵は内部だけにとどまらない。
このガイアジャパンの長代千草もその一人だ。敵に狙われ、場合によっては有刺鉄線の中でも戦う工藤を大仁田はどのように見ていたのだろうか。俺はあんまり進めはしないんだけど、自分からやっぱり女子が傷つくのをね、傷つけられるのはあんまり好きじゃないし、やっぱり日本の歴史とかそういった中でね、その戦国時代っていうのは男が出ていくもんで、女は家を守るもんだという基本的ね、ものがあるんだけど、だけどもうやっぱりそういったものを破壊したのが女子だったっていうのがすごいなって、やっぱりそれが今の時代の流れかなってすごい思ってるし、うん、それを先にやりだしたのが男子じゃなくて女子だったというさ、なんかよくわかんないんだよ俺、あの辺のとこ FMW 男子も大したことねえなと思ってさ、それが一番初めに取り込んだのがさ女子だったっていう、うん、それがもうとても許せなくて、俺のなんか心の中でとても許せないんだけど、ある種本当に女子に対しては申し訳ないなって、ありがたいなという、うん、やっぱり私が初めて FMW 見たのが大仁田さんが有刺鉄線を試合してるところだったんですけど、もうそれを見た時はカルチャーショックを受けて、こういうプロレスもあるんだっていうのが率直な感想で、でもそれを何年後かに自分たちがやるとは全然もう予想もしていなかったし、でも私はずっと最初有刺鉄線って何なのか、ストリートファイトって何なのかって分からないところから始まって、毎日毎日何十回何百回って目の前で繰り広げられる有刺鉄線デスマッチっていうのを見て、ちょっとずつちょっとずつ何を伝えようとしているのか、どういう意味があるのかっていうのが分かってきて、でそういうのを見てきたからこそあのリングに立ててたと思うし、その目の前で試合を見てなかったら私は何も理解しないまま、その有刺鉄線っていうリングの中に入った、もしくは入ってなかったかもしれないし、私にとってはそれがすごく貴重だったし、やっぱり FMW イコールそういう代名詞になるものを自分自身が実際同じリングに立ててすごくいい経験させてもらったと思うし、工藤のプロレス人生の節目節目で激闘を繰り広げたここ川崎球場、特に豊田との電流爆破デスマッチによる死闘は工藤の歴史を語る上でも欠かせない。そんな思い出の地川崎を訪れた工藤と豊田は当時のことを振り返った。この目の前の球場で行われたけど、だから私の引退がさ、自分の中で引退を決めたっていうのが11月か12月ぐらいで、会場が決まらなかったんだよ、自分の引退場所をどこにするかっていうのがずっと決まんなくて、工藤たち61年組は豊田のためにリングに集結し、同期生マッチという形で友の引退に悔いが残らぬように激励した。
先ってことに決まったのが遅かったんだよね。いつか忘れちゃったんだけど、うん、で川崎だってそんなビッグマッチでってことで、あと社運がかかってるとかっていろいろ聞いてね、で電流爆破っていう形で自分も引退できたらと思って私はあなたにお願いしたんだよね、うん、そう最初は大仁田さんにやめろって怒られながらもね、そう怖かったんでしょ、大仁田さんに怒鳴られた時。怖かった、だって大仁田さん辞めてから私一回待ってなかったんだで初めて会ったら、そうよ、いきなり怒鳴られたねえ、ね、でもこの電流爆破っていうのは、うん、まあ少し私も悩んだけど、うん、でもね最終的に土下座をして、うん、まあ、デモとかそういう姿を見てたらこれは結構、うん、これは今やるべきだという決断が早くついて、うん、私の中でも迷いとかなく、うんうん、これは絶対やるべきだと思って、うん、でも本当怖いのは怖かったんだよ ね、 ね、だから自分が言っといてこういうのもあれだけどさ、うん、ねお互い試合に近づくにあたってもやっぱ怖いっていうのがあったしね、うん、だからでも今終わって言えることは本当やってよかったと思うし、うん、私は、うん、最後本当悔いなく終われたっていうのもあったからね、うんうん、青コーナー挑戦者140パンダー工藤恵、赤コーナーチャンピオン220パンダーコンバット豊田、レフェリー東郷、そのリングでね、うん、このマイクで試合した時に、うん、私が一番最初に爆破したじゃん、うんうん、なんだかぶつけたでしょぶつけたねその時に、うん、自分じゃないんだけど私が当たってる時、うん、どう思った、見てる、一緒見てるわけじゃん、嫌だなと思ったよ、なんかやってるけど嫌だなと思った、嫌だなっていうかね、でも嫌、うん、だなって思いますよって思うのか、その時瞬間は何も思ってなかったと思うよ、うん、だってもう戦ってるわけだしさ、うん、もう無我夢中って、うん、で今思ったらやだ、あビデオ見た、うん、もうだってすごいもん、やっぱりよく生きてたなと思うもん、ね、私3回目やったでしょ一緒に、はい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 、はい、あの時はねもうね私も死んだと思ったもん、首切れたと思ったでしょ、そうそうそう、そうだからここで爆破したからちょうど寝た時でこう私もほんと首が切れて、あ首から絶対違う、もう大流血だと思って、あこのまま死んじゃうんだって思う、それぐらいここが痛かったし、うん、耳が聞こえなくなったし、うん、もうダメだって思ったら、うん、生きてたんだよ笑って言えるけどさ、本当にね、うん、一歩当たりどころが悪かったらとか爆破する場所が悪かったら本当に本当に、ね、大怪我してたかもしれないし、うん、でほらいつも試合中に普通の試合してる時とかもさ、うん、痛い時とかあるじゃない、うん、もう本当にもう、うん、あやっちゃった、うん、肘折っちゃったとか、うん、靭帯伸びちゃったとか、うん、でもそういう時って耐えるじゃない、うん、でもあの時に限っては私初めて、うん、それで痛いって言いながら泣き叫びながら試合してたでしょ、私それ見ながら痛いんだったら早くスリーカウント取られりゃいいじゃんかと思いながらもこうやって決めるとまずカウント上げて肩上げて肩上げて、それなのにまた起き上がると痛いって口に出して言ってたから、うん、よっぽど痛かったんでしょ、あれは痛いってもんじゃないよ
26秒、21分26秒、ビバス五輪スペシャルボムからの耐え方により工藤めぐみ選手の勝ち。落ち方したらね、うん、私本当にもうあの終わった時点で、うん、最後はなんだあのゴリスペシャル、うん、だったんだよね、うん、でしょ、うん、もうあの時点でもあの前でも死んでるじゃん、うん、あの前で死んだわけよ。で最後なんか知らないけど肩上げたんだって、上げたんだって、うん、で最後結局ダメだったわけでしょ、うん、あその後もう本当起きれなかったんだもん、うん、本当に。豊田が去った FMW 女子の中でやはり工藤にかかる負担は増大していった。土屋たちマッドドッグミリタリーズの標的も工藤一人に集中していく。きついっていうかな、うん、まあ、でもそれはやめるって、豊田がやめるっていうのが決まってからは、うん、もうこれは予想してたことだから、それをどうやって乗り越えていくかっていうことをずっと考えてやってきて、うん、でね、一番はね、やっぱり同じようなタイプの子がいないっていうのかな、それに変わるような、だからそこは空くじゃない、豊田が辞めたところは一人空きました、うん、でも誰でもそこに入れるってわけじゃないと思うのね、うんうんうん、みんな個性っていうものがあるから、うんうん、同じようなものが2人は立てないと思う、うんうんうん、だからそこの空いてる部分にうまく違う、今までのその形と違う人がね、うんうん、入ってこれるのが一番いいと思うんだけど、うん、やっぱりそのコンバットトヨタっていう部分、見た部分に入れる子がまだいないっていうのかな、うん、そういう部分だったら逆にそこに無理やり押し込むんじゃなくて、新しいポジションっていうものを作るしかないのかなっていうのがあって、私が辞めるって引退発表してからもみんなのやる気っていうのはすごく、やらなくちゃいけないこれからっていうのはすごく分かったんだけど、うん、
それがさ、辞めるからじゃあ頑張らなきゃいけないみたいな、こう自然に追っかけられてくる形。はいはいはい。でもだからさ、自分はそうしたいっていうか、そういう気持ちが固まってなくても後からそうやって乗っかかってきちゃうから、うん、あ、そうしなくちゃいけないんだっていう感じ、うん、無理やりでも、うん、でもそういうのがあったから結構ね、空回りしちゃった部分とかあったんだけど、最近はもう期間もね、うん、もう迫って、最近っていうか、もうその私が辞めるってもう精一杯ほんと詰まってきてから、うん、はね、本当にもう自覚すごくなってきたと思う、うん、だから結果的に、ね、勝敗にも結びついてきたし、うん、また上を見たらキリがないけど、うんうん、なんかね、私とかが試合で注意したことをね、うん、できなくてもやろうやろうっていう姿、それをね、リングの上で見てると、うん、結構ね、なんかじわってきちゃうものとかもあるし、本当に、うん、一足早くリングを去った豊田が、親友である工藤の引退にメッセージを残してくれた。一回全場辞めたじゃんか、うん、その時は私はもう挫折して辞めたんだけど、だからその分この FMW では絶対に燃焼してって、それはもう入った時から言ってたんだけどさ、FM にね、うんうん、だから自分の中で引退っていつだろうっていうのがなんか分かんなかったんだけど、でもいつかは来るじゃん、うん、でいろんな今度下を伸ばすためにとか、うん、体の方は自分は全然平気だったんだけども、うん、なんだろう、時期、鼻のあるうちに、鼻あったかどうか分からないけどさ、うん、あなたがいるうちにって思ったのかな、やっぱりな、うん、だから望んで引退したわけだし、自分は自分で決めて、うんうん、だからあなたもそうだと思うけどね、うん、だ、引退ってプロレスずっと好きでやって、それから離れるってことに対してはすっごく寂しいことだと思うしね、うん、そうだと思うけども、やっぱり人生の中の区切りっていうかね、うん、そういうのを自分で決めたいっていうのもあるしね、うん、最初引退についてこう話、うん、初めて引退っていうものを考えた時は、うん、ほら、なんか引退してっていうのはさ、誰に言われて引退するわけじゃないじゃない、 それはそれこそ悲しいことだと思うし、うん、もうそろそろ引退しろよなんて、ね、引退考えろって言われることは悲しいし、うん、やっぱり引退っていうのは誰が言ってくれるわけじゃなくて、自分自身が答え出して決めなきゃいけないことだから、うん、すごい慎重になるっていうの、うん、ましてや、ね、自分たちはプロレスだけずっとやってきて、うん、他のことっていうのは本当何も知らない感じでね、やってきたから、うん、そのプロレスっていうものがなくなっちゃった時っていうのはすごくなんか心の拠り所をなくしちゃうっていうか、うん、だからすごく自分にとっては本当に一大決心、そうだよね、それだからこそ余計に時間もかかるし、うん、迷うし、うん、一回決めても心が揺らいじゃったりとかっていろいろあると思うけど、うんうん、でもね、こんな大切なことをね、やっぱり決めるっていうのは本当に、私はね、こうやってもう引退になってすごく、ね、うん、難しいっていうのかな、ね、スポーツ選手だったらみんな引退が来ると思うけど、うん、この見極めっていうのは本当に本当だよ、だからやっぱり下を残していっていいのかって、うん、でもうちらがいたらそのまんまこのまま続くだけじゃないかとかさ、いろいろやっぱり考えてさ、 ね、うん、ねある程度なんか心を鬼にしなきゃ決断できない部分っていうのは、うんうん、あるからね、うんうん、最後に自分のやりたいことっていうのをね、うんうん、やれば絶対に、うん、それにね、後悔したくないから、本当だよ、これで自分の決断は間違ってなかったんだって思えるように、うん、あとは自分自身もそうだし、女子にもね、他に残った女子にも頑張ってもらえれば一番いい結果が出るんじゃないかなって思うけど、うんうん、Ah!
FMW の創始者であり父である大仁田から見たプロレスラー工藤恵はどのように見えていたのだろうか。いつもなんか背負ってたんじゃないかな。だからある種保母さんを背負いながら、昔の過去を背負いながら常に前向いて生きてた女っていうか、そういった印象かな。なんか戻ることのできない道みたいな。だから何かを掴んでもうやめるしかないみたいな。他の女子プロレスラーの背景とはまた違って、あの一回やめたんだからもう戻ることができないみたいな、何かを掴んでからやめるしかないという、そういった背水の陣的なこう女子プロレスラーみたいなとこあったからね、すごく。だから常に自分の中で過去の一回辞めた時にそのホボさんをやってたという、だから背景に自分の中にホボさんというものを担ぎながらやってた女子プロレスラーじゃないかなと思う。邪道ってさ、ある種の一人の生き方だからね。だから本当はさ、工藤恵ってレスリングもできるんだから別にあえてああいうスタイルを取らなくてもいいんだけど、だけど自分の生き方のなんかハンディを攻めながらもなんかこう自分の表の部分と影の部分をこう背負いながら生きてるプロレスラーってやっぱり、ね、絶対存在するんだなって。なんかリングの上で可愛っこぶりっこして、それで表に出たらすごい嫌なやつみたいな女子プロレスラーより、そういった生き方の方が俺は好きだな。引退ロードのゴールも目前に控えた96年暮れに、突然新たなる敵が工藤の目の前に現れた。女子プロレス最強の誉れ高い神取忍である。昔天田を失神 KO で破った因縁の駒沢で、今度は逆に落とされてしまった工藤。この日から工藤は神取を執拗に狙い続けることとなる。年も改まった97年1月5日、工藤は敵地 LLPW に乗り込み、再び神取に襲いかかった。敵地の振りは否めないものの、今度は得意のストリートファイトでの対戦だけにファンの期待は高まったが、2回負けたけど、あんたたちに私がだらしなく見えるかもしれないけど、これが現実だから。それが現実だけど、私はもう一回やるから。みっともなくても何でも私はもう一回戦うから。
それが FMW で私が学んだことだから。だから次は勝手だけど私一人のFMW 女子としてじゃなくて、私個人としてもう一回だけ、もう一回だけ戦わせてくれ。だから今後はあんたたちが FMW 女子として看板背負って戦ってってほしい。勝手だけど私残り少ないレスラー生活を私個人として戦わせてください。私は絶対諦めない、絶対勝つまで諦めないから、あとあんたたちで、あんたたちでやって、それが私に今やることだから。私個人としてもう一度だけ戦わせてください。生まれて初めて由比鉄線の中に足を踏み入れた場所、ここ札幌で工藤は三度神取と激突することとなった。
ビッグマッチを前にしても工藤は普段通りに優しく、ファンの差し出す写真にサインを書き込むなど緊張の色は感じさせない。いつものように会場入りの後すぐに控え室に入り、当日の自分の試合の順番を確認する工藤。この日の神取戦はなんとセミファイナルにラインナップされていた。前の方だと思ってたから。試合前のトレーニングも工藤のレスラー生活の中でもはや当たり前となった日課の一つである。この日は経験済みとはいえ有刺鉄線マッチということで、ランニングする工藤の表情にも緊張が走る。過去3回負けがないとはいえ、目の前のロープが外され、文字通り有刺鉄線で囲まれるリングを目の前にして、また今回の敵は2連敗と最悪の状況が続いているカンドリが相手とあって、工藤の胸に不安がよぎる。さまざまな思いが去来する試合前の工藤に、ある人からの手紙が手渡された。はい、いつですかこれ。背景恵みへ。日増しに暖かくなりましたが、いかがお過ごしですか。4月29日、いよいよ引退の日が近づいてきましたね。お母さんはプロレスの世界にあなたが足を踏み入れたことが未だに信じられません。もし私が反対したとしても、恵みの一生を保証するものは何もありません。それならこの子の好きな道を歩ませてあげようと決心しました。途中で体を悪くして家に戻ってきた時は、いつも元気のない顔をして何かを求めている様子でしたが、ある時また自分のやりたい仕事が見つかり、あなたは水を得た魚のようにこの道を選びましたね。これからは第二の人生が始まりますが、残り少ない日々を自分なりに後悔せずに楽しむ気持ちで試合をしてください。それからここまでやってこれたのは大勢のスタッフや応援してくださったファンの皆様のおかげですので、感謝の気持ちを忘れないでください。そして新しい第二の人生に向かってあなたの夢が叶うように、私はいつまでも応援しています。長い間お疲れ様でした。母より。知らなかったうちの母親はもともと明るいんで、何があっても絶対に顔に出さないし、いつも前向きにいる人なんですけど、でも実際はやっぱり娘がレスラーになりたいとかっていうのを聞いた時には、いろんな心の葛藤があったけど、でもやっぱり一番私のやりたいことをやらせてくれてたんだなって、思います。母からの手紙、友からの言葉を胸に地獄のリングに向かう工藤。果たして彼女は無事生還を果たし、宿敵カンドリとの戦いにピリオドを打つことができるのであろうか。3回もお前しつこいんだ。お前、執念深い人間は嫌われるぞ。とりあえず今日は有刺鉄線ということで、初めてなんだけどすごいやっぱねワクワクしてる。
ワクワクしてるのとやっぱりどういうもんだね、痛さっていうものはどんなんだろうなっていうね、緊張感とあれなんだけど、まあどっちにしても向こうの道場に立つわけだけどね、やっぱり今回も勝たせてもらうから、とりあえずお前が今日の引退式だということで考えてやらせてもらいます。はい、今日のカンドリ戦に勝って私は4月29日の引退試合に臨みたいと思います。そのためには今日は何が何でも絶対に勝ちます。
Yeah.
執念に負けた。ユステッセンというリングに上がった全てに対して私は敬意を表したいと思います。そして私が成し得なかったグンダレンコという敵を今後私がいなくなったから分までも
してほしいと思います。私の引退式の4月29日引退試合は電流爆破で最後リングに立ちたいと思います。引退ということで親としては寂しいやら嬉しいやら、なんか嬉しいっていうのはおかしいんですけど、またこれからの人生の方が長いんで、チャンスはものにする、絶対にこれからも見守り続けていきますので、これからの人生も頑張ってください。くどめちゃんお疲れ様です。引退が決まったそうなので、まあ、あと残らないようにあと少しの間ありますので、体の方を気をつけて最後まで悔いの残らないように頑張ってください。引退後も、まあ、体の方に気をつけて頑張ってください。私が引退してもうそろそろ1年もっとあるんですけども、工藤を一人残していってすごく心残りだったのだったんですけど、1年間、頑張ってくれてっていうのはおかしいんですけども、下が気になるのはお互い一緒だと思うんですけども、あと少し最後まで、精一杯完全燃焼をしてください。俺は嘘つきだからね。だけど1回嘘つくのも2回嘘つくのも一緒だし、だけどやっぱりいい嘘をついてもらいたいなって。俺も工藤めぐみも俺2回引退してるし、工藤めぐみも一度引退してるわけだから、はっきり言ってお互い嘘つき同士なんです。だけどそこに何があったかって多分僕思うんですけど、プロレス好きだという気持ちにはある種純粋な部分があったと思います。はっきり言って送る言葉は言えませんけど、一つだけ言えるとしたら、この7年間ある種何かを背負いながら生きてきた一人の工藤めぐみという女子プロレスラーがいました。その7年間試行錯誤しながら多分何回もやめようと思ったと思います。だけどなぜここまでやれたかって、多分その女子プロレスラー工藤めぐみは自分のやり残したこと、やりたかったこと、それを自分の中で胸いっぱいに感じたかったんじゃないかなと思います。ただ一つだけ、僕みたいに大嘘つきになっちゃいけませんよ。あなたは女ですから。
前からですね、はい、実は私は、工藤恵美マニアなんですこれからもですね、今年は4月29日に引退を迎えることになったわけですが、それまで本当に精一杯最後の最後まで頑張りますので、皆さんもぜひ応援してください。工藤恵美のハートにアタック、いかがでしたでしょうか。今日は今日はですね、公開録音ということで、最初から最後まで緊張のしっぱなしでしたが、終わってみてもやりたいななんて大胆に思ってしまいました。どうもありがとうございました。というわけで、お相手は FMW の工藤めぐみでした。この一連の対抗戦の中で、工藤は井上貴子とも激突した。工藤は前女の先輩にあたる堀田とも川崎のリングで再会する。対抗戦のクライマックスとなった東京ドームでの大会では、工藤は JWP の福岡光とタッグを組んで高子キューティーとぶつかった。工藤の目には一体このオールスター戦はどのように映っていたのだろうか。やっぱり上の方取りたかったと思うんだよ。ほら、メインイベント取りたいとか、やっぱり女子は女子のプライドがあって、多分さ、じゃあ3試合目でやったりとか4試合目でやったりするじゃない。まあたまには1試合目でやったりする。自分はある程度の地位なのにっていうさ、そのギャップと常に俺戦ってたと思うんだよ ね、 そ、 ね、そういった部分でね、すごいね、あなたたちの我慢っていうか、やっぱり私一時女子プロの中で対抗戦がすごくブームになった時に、みんな対抗戦対抗戦って言ってた時に、私はいまいち対抗戦に乗り気じゃなかったっていうのは、もしかしたらそこが一番原点にあるのかなって。いつもその男子よりも上に行きたいとか、もっともっと女子の地位を上げたい、 FMW の中においての地位を上げたいとか、もうそこに目先がそこに行ってたんですね。だからよその女子とかはもう一切関係ない、とにかく今戦ってるリングの上でちょっとでも上に行きたい、ちょっとでも行きたいっていうのが常に頭にあったんで、それを置いて他の女子に
とかっていう気持ちにはならなかったんじゃないのかなって自分の中で。カリスマが消えて新しく生まれ変わった FMW の風景は微妙な変化を見せていった。女子の活性化もその一つである。そんな中で土屋が率いるマッドドッグミリタリーズは禁断の狂気有刺鉄線をリングの中に持ち込んだ。試合後、度重なる有刺鉄線を使った攻撃についに工藤の怒りが爆発した。
試合後、工藤は土屋に向かい手を差し伸べた。これがその後工藤土屋組の実現という信じられないような事態につながっている。しかし FMW を身をもって守ろうとする工藤の敵は内部だけにとどまらない。
このガイアジャパンの長代千草もその一人だ。敵に狙われ、場合によっては有刺鉄線の中でも戦う工藤、大仁田はどのように見ていたのだろうか。俺はあんまり進めはしないんだけど、自分からやっぱり傷つ女子が傷つくのをね、傷つけられるのはあんまり好きじゃないし、やっぱり日本の歴史とかそういった中でね、その戦国時代っていうのは男が出ていくもんで、女は家を守るもんだという基本的ね、ものがあるんだけど、だけどもうやっぱりそういったものを破壊したのが女子だったっていうのがすごいなって、やっぱりそれが今の時代の流れかなってすごい思ってるし、うん、それを先にやりだしたのが男子じゃなくて女子だったというさ、なんかよくわかんないんだよ俺、あの辺のとこ FMW 男子も大したことねえなと思ってさ、それが一番初めに取り込んだのがさ女子だったっていう、うん、それがもうとても許せなくて、俺のなんか心の中でとても許せないんだけど、ある種本当に女子に対しては申し訳ないなって、ありがたいなという、うん、やっぱり私が初めて FMW 見たのが、大仁田さんが有刺鉄線を試合してるところだったんですけど、もうそれを見た時はカルチャーショックを受けて、こういうプロレスもあるんだっていうのが率直な感想で、でもそれを何年後かに自分たちがやるとは全然もう予想もしていなかったし、でも私はずっと最初有刺鉄線って何なのか、ストリートファイトって何なのかって分からないところから始まって、毎日毎日何十回何百回って目の前で繰り広げられる有刺鉄線デスマッチっていうのを見て、ちょっとずつ何を伝えようとしているのか、どういう意味があるのかっていうのが分かってきて、でそういうのを見てきたからこそあのリングに立ててたと思うし、その目の前で試合を見てなかったら私は何も理解しないまま、その有刺鉄線っていうリングの中に入った、もしくは入ってなかったかもしれないし、私にとってはそれがすごく貴重だったし、やっぱり FMW イコールそういう代名詞になるものを自分自身が実際同じリングに立てて、すごくいい経験させてもらったと思うし。工藤のプロレス人生の節目節目で激闘を繰り広げたここ川崎球場、特に豊田との電流爆破デスマッチによる死闘は工藤の歴史を語る上でも欠かせない。そんな思い出の地川崎を訪れた工藤と豊田は当時のことを振り返った。この目の前の球場で行われたけど、だから私の引退がさ、自分の中で引退を決めたっていうのが11月か12月ぐらいで、会場が決まらなかったんだよ。自分の引退場所をどこにするかっていうのがずっと決まんなくて、工藤たち61年組は豊田のためにリングに集結し、同期生マッチという形で友の引退に悔いが残らないように激励した。
川崎ってことに決まったのが遅かったんだよね。いつか忘れちゃったんだけど、うん、で川崎だってそんなビッグマッチでってことで、あと社運がかかってるとかっていろいろ聞いてね、で電流爆破っていう形で自分も引退できたらと思って、私はあなたにお願いしたんだよね、うん、そう最初は鬼田さんにやめろって怒られながらもね、そう怒られたんでしょ、鬼田さんに怒鳴られた時。怖かった、だって鬼田さん辞めてから私一回待ってなかったんだもん。で初めて会ったらいきなり怒鳴られたねえ、ね、1986年、後々女子プロレスの歴史にその名を残すこととなる一人の少女が全日本女子プロレスに入門する。その名は工藤めぐみ。全女の一員としてレスラー生活のスタートを切った工藤は、ここでプロレスの基本を叩き込まれた。今回引退することを決意した工藤は、昔を思い出し、生まれ故郷である全女の道場で自分にプロレスを教えてくれたこの人と向かい合った。今回ゲストには、私のコーチでもあり、JD クイーンのジャガー横田さんをお迎えしております。よろしくお願いしますこうやって改めて話すのは久しぶりなんで。そうだね、はい、ちょっと今日緊張してきましたこの場所もまた緊張するんじゃない。そうですね、本当にここにリングの中に椅子入れて話すなんて思わなかったです。それも靴で、失礼なね神聖なリングでもう本当に工藤はよく貧血を起こして、立てふーってこう、私そういう人見た時なかったからびっくりしちゃって、 あなたたちの代では工藤か薫かっていうぐらいね、よく貧血を起こしてふーって、もうただ一番すごいのは自分で、あちょっと具合悪いんで休んでいいですかっていうふうには言わずに、倒れるまでギリギリまで頑張るっていうところがすごいよね、考えてみると。ジャガーにとって工藤たち昭和61年組は自分がコーチする初めての教え子であった。果たして彼女は工藤たちをどのように見ていたのだろうか。工藤たちの代って10人、最初はオーディションには受かった。そうですね、10人だよね、はい、そのすぐ1人辞めて9人だったのかな、はい、工藤のね印象はね、もうもちろん可愛らしい子だなと思って、こんな可愛らしい子プロレスできんのかなっていうのが第一印象かな。やっぱどうしてもこうなんかおとなしそうで、本当ね容姿ももちろん可愛いし、いやこんなおとなしそうな子がプロレスできんのかなと思ってこう見てたんだけど、うちに秘めた強さがあったからね私気が弱いと思ってたのに、工藤は気が弱いのかなと思ったら、とんでも8分歩いて30分ぐらいで同期では一番気が強いのは誰だって言ったら、みんな工藤って言ってたから、多分その強さが今を作ったんじゃないかなって思うけれど、私には絶対怒られないようにしてたから、多分怒った時一回もないでしょ。ある、一度ぐらいある。あります、個人的にだよ。個人的にはないです。全体をで怒るってこと、注意をするってことあっても、個人的にはないでしょ。ないと思います。だってそういう風に見せてたもん絶対に、もし後ろで糸を操るようなタイプかもしれない一番悪いやつ。そうそう優しい顔して可愛い顔してバワンバンっていう感じで、本当にそうかもしれないね。うん、なんか全部
教えて全部守ってあげようって思っちゃったもんね。こう先輩とちょうどコーチの私とあの現役の先輩にと挟まれてるわけじゃない。でその中でこうなんか先輩に怒られないようにこうしたら怒られるよ、怒られたら言いなさいって 言われてもその先輩に横から言ってあげたりとかはできないけれど、なんかなるべく怒られないようにとかそういうふうに思ったなっていう気がする、うん、今から思うとね、はい、そうですね、うん、なんかぶつかってからじゃなくてそのぶつかる前に対処してくれるような感じだった、うん、無理なんだよね今から考えると。とにかく当たって自分でそれを乗り越えなければね強くならないのに、その時はなんせこう痛い思いをさせないようにしようと思っちゃったみたいね。その当時なんせ残してあげたかったから、もうやめないでほしいやめないでほしいって本当に思ってたからね、うん、もう歯をくしばってね、あの意外とポーカーフェイスで顔に表情がこう喜怒哀楽が極端に出ないタイプだったなっていう印象があって、あの練習苦しくても本当に歯を食い縛って頑張って、あのもう倒れるまで、まあもまあ、同期の中で体力のある方ではなかったから、その倒れるまで頑張った姿を今でも覚えてるし、またあのあとその体力的なことだけじゃなくて、こう新人でお金がなくてこうなんかこうゼリーしか食べてないっていうのね聞いて ねゼリーが好きなんだよね、はい、それもあってこうあれじゃカロリー低いからレスラーには足りなかったんだろうね。こう後で聞いた時に厳しく練習したのはいいけど、あのお金がなくて何も食べるものがなくてゼリーしか食べてないっていうのを聞いた時もうなんか不憫に思ってね、はあそうなのかと思って、なんかすごくこう親心みたいな感じですごい、はい、はあってそんな裏のね苦労まで私には分からないから、でそうかといって練習を落とすわけにいかないしね。その時ジャガーさんがこの山のように紙袋にいっぱい食料を買って寮に届けてくれたのを一番覚えてます。うん、あのなんかカップヌードルとかそういうのが良かったかな、はいはい、ねえ、うん、ありましたね。ねえだからそういうその印象が一番、うん、うん、あとはなんていうのかな、あなたたち同期はみんなすごく親思いっていうか、あの初めて入った年に母5月だよね、母の日にカーネーションを送ってくれたのを覚えてたかな、みんなにみんなで、でその入った1年目から2年目3年目ってずっと同期みんなでお金合わせて、あの1年目はカーネーションだけ、2年目はカーネーションと何かプレゼント、3年目はまたカーネーションと何々って、みんなの出世とともにこのね物って値段じゃないんだけれど、あの例えば私が装飾品好きだったら指輪を買ってくれたりピアスを買ってくれたりネックレスを買ってくれたりで、引っ越してなんかポットがなければポット買ってくれたりとか、なんかそういう本当に私が今欲しいと思ってるものとか喜ぶものっていうのを本当みんなが知っててくれて、そのね本当にプレゼントしたからどうじゃなくて、その気持ちがなんかすごく嬉しくて、あの気持ち置いといてくれてるっていう気持ちが嬉しくて、なんかこう涙を、私子供いないけれど自分のね子供いないけれど、本当に私が子供のように、母親になったらこういう子供に対してこういう思いになるのかななんて思って、なんかその後輩を愛するっていう気持ちをね改めてこうもっと身近なものって感じさせてくれたのがね、やっぱりアンダージの代なんじゃないかなっていうふうに思う、うん、私たちも怖いとか厳しいところはもちろん練習では厳しいんですけど、でもなんていうのかな、コーチ以上のコーチっていう存在以上の感情がすごくあって、うん、だからなんていうのかな、変に心を余計に広げてしまう、だからそれが他の人から見たら甘えすぎてるとか頼りすぎてるって言われたこともあったんですけど、でもやっぱりそれぐらいコーチ教え子ってそれ以上の感覚っていうのが自分の中にあって、だから本当にジャガーさんがコーチをやってもらえて私はすごく良かったなと思うし、今でもそれがねずっと私自身の中にも残ってるし、ああ私って本当にジャガーさんの教え子だなって思う時もすごくあったりとか、ずっとずっとそういうのが自分の中に残ってよかったなっていうのと、やっぱりジャガーさんからいただいたヒップアタック、うんうん、あれだけも大切に今も使わせていただいてるっていう感じです、うん、工藤のねあのプロレスを見ててね、とてもあのどちらかというと器用な方ではないとは思うんだけれど、その基本を着実にあの
覚えたいとか覚えようっていう必死さってすごく私新人の時から伝わってるのね。あの人一回で覚えるカオルがいる、はい、あなたは5回やらなきゃならない、10回やってもできないコンバットがいる、いろいろいるんだけれど受けた今今日ギャグなんだけどね、いないから言うけどその中であの工藤は意外とじっと見て吸収するタイプだったんだけれど話しかけてくるのが怖かったんだね、あまり話しかけてこなかったもんね。でも今でも覚えてるんだけど話しかけてくることっていうのは基本のあれはどういうふうにしたらどういうふうに入ってった、例えば丸め込みのホール回転みたいなものでもどうやって入ってったらあれなんですか、どういうふうにってすごく基本のことを何回も聞きに来たのだけは覚えてるのね。あのデビュー戦前とか、はい、あの細かいこう不意に入るような技は、だからそう、あこの子は本当に基本を忠実に覚えようと思ってるんだなとかものにしようと思ってるんだなっていうのがすごく伝わってね。前女での工藤は基本に忠実なファイトで着実に自分のポジションを築きつつあった。実績面でも若手の登竜門である全日本ジュニア選手権の王座決定戦にまで駒を進め、前線むなしく敗れるもそのファイトは大いに将来を期待させた。しかしそんな期待をよそに工藤は体力的な限界を感じて大好きであったプロレス界から姿を消してしまう。自らも華麗なる復帰を果たしたジャガーは引退を迎える工藤に対してこんな言葉を送ってくれた。まあ11年、まあ、ブランクあっても11年っていうことは、まあ、女子のレスラーの寿命としては、まあ、今は平均ぐらいになってるんですかね。10年選手が増えてる中、ああもちろん早いといえば早いし、またまあその時期かなっていうのも言い方もあると思うんですけれども、私も一度引退した人間だから、ただあのレスリングってやりきることはないと思うし、そうかと言ってやり残したことがあるとも言い切れないしっていう部分ですごく引退を決めるのって難しかったと思うんだけれど、あの自分の中でどこに焦点を置いて引退を決めるかなんだよねきっとね。だから今やり残したことがないと思ったらそれでいいと思うし、まだ未来があるからね、いつでもまたこの引退の時に復帰の話したらおかしいけれど、またそんな時が思ったら復帰すればいいと思うし、今の時代はね気楽にとりあえずピリオドを打つっていう形に私は考えてるから、うん、ただ怪我のないようにって思うぐらいで着実に自分のやりたいことをやってきてくれてると思うしね。 FM にいてほら近くにいつもいたわけじゃないんだけれど、あの一つのことを残したと私は思ってるから。ジャガーさんは9年で引退されて、それで本当だったらあと1年やったら10年で一つの節目になるって、だから本当だったら10年やった方がちょうどなんか切りもいいし、だけどそこに9年で辞めた、あと残り1年あったら10年なんだけど、その9年で引退を決意したところにジャガーさん自身の、 あの考えがあり意味があるっていう言葉を言ってた時に、その1年っていうのは何なんだろうなって自分はその時に分からないで、その1年が何なんだろうと思ってたんですけど、実際自分が引退を考えて迎えた時に、ああってその時期っていうもの、うん、ただそういう長くやればいいって感じでやろうと思えばできるものだと思うし、やっぱり自分がポリシーを持ってここが引退の時期なんだって決め、その決めどこって本当に誰に言われるものでもなく自分自身で決めなきゃいけないんで、すごく大変だし難しくて、今でもたまにどうだったのかなって悩む時もあるんですけど、でも今になってその時のジャガーさんの言ってた10年じゃなく9年のところに意味があるっていう言葉の、うん、そういう深い意味がなんか私には分かるような、今になってようやく分かってくるような気がしました。これからもまたこれで終わりなわけではないから、はい、いろんな意味であのずっと見守り続けたいなと思います、はい、頑張って。アウトブレーカーズ、全場を辞めた工藤が
再び戦いの舞台に戻ってきた FMW で正規軍との抗争の中で結成した軍団である。今回その伝説のアウトブレイカーズが工藤の引退を聞いて集まってくれた。今回はですね、このビデオのために、ビッグなゲストが、来ていらっしゃいますのでぜひ紹介したいと思います。1人目は元アウトブレイカーズのコンバット豊田さんです。そしてもう一人は、天田礼文さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。またもう私も引退ということなんで昔をいろいろ振り返っておしゃべりしたいなと思って今日は来てもらいました。やっぱり私にとってアウトブレイカーズね、みんなにもとってもアウトブレイカーズはね FMW の最初だから、うん、すごく心に残るものがあると思いますけどね。もう7年前、そのぐらい経ってるね。年取るよねみんなね。あんただけでしょ。年取ってないじゃん。どう見たって私こう艶があって。そうそうそう顔きっかけだし。ちょっと顔立てば現役の時より太っちゃったかな。わあ言うなっても。ねえ、懐かしいね。ねえ、本当に。旗揚げ当時は何かと批判が絶えなかった FMW 女子。なぜ彼女たちは参戦したのだろうか。ここで意外な話が飛び出した。アウトブレイカーズ結成のこと残りといえば、あなたたちでしょ。乱入ね。これさ、一番最初誰なの。何がプロス見に行こうって言ったのはどっちなの。こっち。私。で、レイブンが行ったんでしょ。うん。で、あなたたち2人で先見に行ったんだよね。なんで来たのところで。待ってよ。誰も誘ってないよ、最初。誘って。誘ってなかったよ。いや、わかんない。あなたたちが話こそ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 なんかやっちゃうの。何なんで気になって聞いたら、なんかプロレス見に行くやろ、どの子。気になった。なるに決まってんじゃん。でも、誘わなかったよね。誘わなかったっけ。やらないって言わなかった、うん、私に。最初行かなきゃいけないじゃん。最初だからそれは切ってるよ、うん、でもあなたたちなんかやっててさ、私たちちょっとプロレス見に行くんだけどさって私誘ってくれなかったっけ。その2回目の時2回目ね、1回目の時だからなんか最初はさ、知らない人が聞いたら一番初めに行ってすぐ乱入だと思ってるけど、そうそうそう、本当は違うんだよね。1回目は私とレイブンが行って、まあおとなしく帰ってきたんだよね。いろいろ志を共にしたはずのアウトブレイカーズだったが、意外なところで亀裂が走る。あの時ね、ちょっとね、悪いけど、本当ね、はっきり言ったらムカついた。でも右手でね、殴ると私、肩外れるから、左手はもう。そうそう、私ね。絶対さ、切ると思ってたの。そしたらさ、なんか知らないけどさ、ちっちゃくなってんだよね。何やってんだろうとか思ってさ。ほんで私その時のさ映像とかたまにビデオでね見たりとかあるんだけど、レイブンとさ私がそのなんかちょっと亀裂かなっていう微妙なね、その綺麗嫌だってどうしようみたいな時にさ、なんか一人さ黄色にさアニメの T シャツ着て、なんで今そういうふざけた T シャツ着てくるんだっていう人がさ、どうして私に来るのよ。でもなんかどっか絶対そういうとこあるよね。ちょっと待って笑かすために着るジャンプ履いてるわけじゃないけどさ、ほんでね、自分は試合してないのにハサミだけ持っていらっしゃる、おらきれおらきれみたいなさ、着なかったってね。
ちゃんと初めてやったのが汐留の汐留あん時ちょっと待ってよ、それまだいたじゃん、あんた。そうだよ、こっちの方が先だっけ、うん、そうだよ。あ、ごめんね私セコンドだったの。私も待ってからかって今話してそうかと思って、でもいたよ、うん、ね、セコンドだったから。そうそう、レイブその前にね入院してたんだよね。そうそうそう、喉かゆくて、その時も、ね、あ、そうだそうだそうだ、そう、病み上がりだったんだよ、うんうん、でセコンドに来て、そう、喉が痛いっていうのにさ、思いっきりさ、この骨盤がカッとくるしね声がよけてなくなるよ、ね、ビデオ絶対見直してほしいんだけどね、2対ほとんど2対1だよね、ストリートでやって、うん、言ってるよ。そう、そうだね、これにみんなに注目してほしいんだけど、スタート立ちがトップ飛んだの、でも初めてだったので、ね、私ロープつかかっちゃってね、落っこっちゃったの。落っこったね。落っこったら階段があるでしょ、うん、その時に鉄の大きい階段なの、うんうんうん、でそこにガーンと落っこっちゃったの、うんうん、そしたらね、レーブンがねガーンと蹴ったの、私寝てるじゃん、これ倒れてて、うんうん、ただいきなりあの鉄がねここに飛んできて、それが映ってるから見てほしいの。私それでもうね、ちょっと負けると思ったビデオに映ってんの、ね、気のせいじゃん、それ気のせい、気のせい見てお願いします、細かいところ。そんなことない。ストリートの蹴る、あの鉄の板をこんなこと入ってこんなね優しい人こんなことするわけないじゃん、やばいよ。ほんでね、今度試合がバーで進んでいって、のんちゃんが眉毛剃ってもう凶暴になってガーってやって、うん、で今度2回目、私がコーナーポストからプランチャー飛んだ時に、うんうん、私がのんちゃんに飛んだの、うん、そしたらね、足がちょうど運よくレーブンのとこにガーンって入ったの。でもこの電流爆破っていうのは、うん、まあ少し私も悩んだけど、うん、でもね、最終的に土下座をして、うん、まあ、デモとかそういう姿を見てたら、これは結構、うん、これは今やるべきだという決断が早くついて、うん、私の中でも迷いとかなく、うんうん、これは絶対やるべきだと思って、うん、でも本当怖いのは怖かったんだよね。だから自分が言っといてこういうのもあれだけどさ、うん、ね、お互い試合に近づくにあたってのはやっぱ怖いっていうのがあったしね、うん、だからでも今終わって言えることは本当やってよかったと思うし、うん、私は、うん、最後本当悔いなく終われたっていうのもあったからね、うんうん、青コーナー挑戦者140パンダー工藤めぐ、チャンピオン220パンダーコンバット土曜だ、レフェリー東郷ベスト、ああベスト、ベスト、こんな、最初にそのリングでね、このマイクで試合した時に、うん、私が一番最初に爆破したじゃん、うんうん、なんだかぶつけたでしょぶつけたねその時に、うん、自分じゃないんだけど私が当たってる時、うん、どう思った、見てる、一緒見てるわけじゃん、嫌だなと思ったよ、なんかやってるけど嫌だなと思った、嫌だなっていうかね、でも嫌、うん、だなって思う、今そうやって思うのか、その時瞬間は何も思ってなかったと思うよ、うん、だってもう戦ってるわけだしさ、うん、もう無我夢中って、うん、で今思ったらやだよ、ビデオ見た、うん、もうだってすごい、もうやっぱりよく生きてたなと思うもん、ね、私3回目やったでしょ一緒に、はい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 、はい、あの時はね、もうね、私も死んだと思ったもん、首切れたと思ったでしょ、そうそうそう、そうだから、ここで爆破したから、ちょうど寝た時でこれ、私ほんと首が切れて、ああ、首から絶対違う、もう大流血だと思って、ああこのまま死んじゃうんだって思う、それぐらいここが痛かったし、うん、耳が聞こえなくなったし、うん、もうダメだって思ったら、うん、生きてたんだよ笑って言えるけどさ、そうよ、本当にね、うん、一歩当たりどころが悪かったらとか爆破する場所が悪かったら、本当に本当に、ね、大怪我してたかもしれないし、うん、で
ほらいつも試合中に普通の試合してる時とかもさ、うん、痛い時とかあるじゃない、うん、もう本当にもう、うん、あやっちゃった肘折っちゃったとか、うん、靭帯伸びちゃったとか、うん、でもそういう時って耐えるじゃない、うん、でもあの時に限っては私初めて、うん、それで痛いって言いながら泣き叫びながら試合してたでしょ。私それ見ながら痛いんだったら早くスリーカウント取られりゃいいじゃんかと思いながらもこうやって決めるとまずカウント上げて肩上げて肩上げてそれなのにまた起き上がると痛いって口に出して言ってたから、うん、よっぽど痛かったんでしょあれは。痛いってもんじゃないよ。したらね、うん、私本当にもうあの終わった時点で、うん、最後はなんだあのゴリスペシャル、うん、だったんだよね、うん、でしょ、うん、もうあの時点でもあの前でも死んでるじゃん、うん、あの前で死んだわけよ。で最後なんか知らないけど肩上げたんだって上げたんだって、うん、で最後結局ダメだったわけでしょ、うん、あその後もう本当起きれなかったんだもん、うん、本当に。豊田が去った FMW 女子の中でやはり工藤にかかる負担は増大していった。土屋たちマッドドッグミリタリーズの標的も工藤一人に集中していく。きついっていうかな、うん、まあ、でもそれはやめるって豊田がやめるっていうのが決まってからは、うん、もうこれは予想してたことだからそれをどうやって乗り越えていくかっていうことをずっと考えてやってきて、うん、でね一番はねやっぱり同じようなタイプの子がいないっていうのかな。それに変わるようなだからそこは空くじゃない、うん、豊田が辞めたところを一人空きました、うん、でも誰でもそこに入れるってわけじゃないと思うのね、うんうんうん、みんな個性っていうものがあるから、うんうん、同じようなものが2人は立てないと思う、うんうんうん、だからそこの空いてる部分にうまく違う今までのその形と違う人がね、うんうん、入ってこれるのが一番いいと思うんだけど、うん、やっぱりそのコンバット豊田っていう部分見た部分に入れる子がまだいないっていうのかな、うん、そういう部分だったら逆にそこに無理やり押し込むんじゃなくて新しいポジションっていうものを作るしかないのかなっていうのがあって、うん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 、
今まで私が辞めるって引退発表してからもみんなのやる気っていうのはすごく やらなくちゃいけないこれからっていうのはすごく分かったんだけど、うん、それがさ辞めるからじゃあ頑張らなきゃいけないみたいなこう自然に追っかけられてくる形、はいはいはい、でもだからさ自分はそうしたいっていうかそういう気持ちが固まってなくても後からそうやって乗っかかってきちゃうから、うん、あそうしなくちゃいけないんだっていう感じ、うん、無理やりでも、うん、でもそういうのがあったから結構ね空回りしちゃった部分とかあったんだけど最近はもう期間もね、うん、もう迫って最近っていうかもうその私が辞めるってもう精一杯ほんと詰まってきてから、うん、はね本当にもう自覚すごくなってきたと思う、うん、だから結果的に、ね、勝敗にも結びついてきたし、うん、また上を見たらキリがないけど、うんうん、なんかね私とかが試合で注意したことをね、うん、できなくてもやろうやろうっていう姿それをねリングの上で見てると、うん、結構ねなんかじわってきちゃうものとかもあるし本当に、うん、一足早くリングを去った豊田が親友である工藤の引退にメッセージを残してくれた。一回全場辞めたじゃんか、うん、その時は私はもう挫折して辞めたんだけどだからその分この FMW では絶対に燃焼しててそれはもう入った時から言ってたんだけどさ、うん、FM にね、うん、だから自分の中で引退っていつだろうっていうのがなんか分かんなかったんだけどでもいつかは来るじゃん、うん、でいろんな今度下を伸ばすためにとか、うん体の方は自分は全然平気だったんだけども、うん、なんだろう時期花のあるうちに花あったかどうかわからないけどさ、うん、あなたがいるうちにって思ったのかなやっぱりな、うん、うーんだから望んで引退したわけだし自分は自分で決めて、うんうん、だからあなたもそうだと思うけどね、うん、だから引退ってプロレスずっと好きでやってそれから離れるってことに対してはすっごく寂しいことだと思うしね、うん、そうだと思うけどもやっぱり人生の中の区切りっていうかね、うん、そういうのを自分で決めたいっていうのもあるしね、うん、最初引退についてこう話、うん、初めて引退っていうものを考えた時は、うん、ほらなんか引退っていうのはさ誰に言われて引退するわけじゃないじゃない そ, う、ね、それはそれこそ悲しいことだと思うし、うん、もうそろそろ引退しろよなんて、ね、引退考えろって言われることは悲しいし、うん、やっぱり引退っていうのは誰が言ってくれるわけじゃなくて自分自身が答え出して決めなきゃいけないことだから、うん、すごい慎重になるっていうの、うん、ましてや、ね、自分たちはプロレスだけずっとやってきて、うん、他のことっていうのは本当何も知らない感じでね、うん、やってきたからそのプロレスっていうものがなくなっちゃった時っていうのはすごくなんか心の拠り所をなくしちゃうっていうか、うん、だからすごく自分にとっては本当に一大決心そうだねそれだからこそ余計に時間もかかるし、うん、迷うし、うん、一回決めても心が揺らいじゃったりとかっていろいろあると思うけど、うんうんでもね、こんな大切なことをね、やっぱり決めるっていうのは本当に私はね、こうやってもう引退になってすごく、ねうん、難しいっていうのかな、ね、スポーツ選手だったらみんな引退が来ると思うけど、うん、この見極めっていうのは本当に本当だよ、だからやっぱり下を残していっていいのかって、うん、でもうちらがいたらそのまんまこのまま続くだけじゃないかとかさいろいろやっぱり考えてさ、ね、うんねある程度なんか心を鬼にしなきゃ決断できない部分っていうのはあるあるあるからね、うんうん、最後に自分のやりたいことっていうのをね、うん、やれば絶対に、うん、それにね後悔したくないから本当だよこれで自分の決断は間違ってなかったんだって思えるように、うん、あとは自分自身もそうだし女子にもね他に残った女子にも頑張ってもらえれば一番いい結果が出るんじゃないかなって思うけど、うんうんI'm
FMW の創始者であり父である大仁田から見たプロレスラー工藤恵はどのように見えていたのだろうか。いつもなんか背負ってたんじゃないかな。だからある種保母さんを背負いながら、昔の過去を背負いながら常に前向いて生きてた女っていうか、そういった印象かな。なんか戻ることのできない道みたいな。だから何かを掴んでもうやめるしかないみたいな。他の女子プロレスラーの背景とはまた違って、あの一回やめたんだからもう戻ることができないみたいな、何かを掴んでからやめるしかないという、そういった背水の陣的なこう女子プロレスラーみたいなとこあったからね、すごく。だから常に自分の中で過去の一回辞めた時にその保母さんをやってたという、だから背景に自分の中に保母さんというものを担ぎながらやってた女子プロレスラーじゃないかなと思う。邪道ってさ、ある種の一人の生き方だからね。だから本当はさ、工藤恵ってレスリングもできるんだから別にあえてああいうスタイルを取らなくてもいいんだけど、だけど自分の生き方のなんかハンディを背負いながらも、なんかこう自分の表の部分と影の部分をこう背負いながら生きてるプロレスラーってやっぱり、ね、絶対存在するんだなって。なんかリングの上で可愛っこぶりっこして、それで表に出たらすごい嫌なやつみたいな女子プロレスラーより、そういった生き方の方が俺は好きだな。引退ロードのゴールも目前に控えた96年暮れに、突然新たなる敵が工藤の目の前に現れた。女子プロレス最強の誉れ高い神取忍である。昔天田を失神 KO で破った因縁の駒沢で、今度は逆に落とされてしまった工藤。この日から工藤は神取を執拗に狙い続けることとなる。年も改まった97年1月5日、工藤は敵地 LLPW に乗り込み、再び神取に襲いかかった。敵地の振りは否めないものの、今度は得意のストリートファイトでの対戦だけにファンの期待は高まったが、2回負けたけど、あんたたちに私がだらしなく見えるかもしれないけど、これが現実だから、これが現実だけど、私はもう一回やるから、みっともなくても何でも私はもう一回戦うから。
それが FMW で私が学んだことだから。だから次は勝手だけど私一人の FMW 女子としてじゃなくて私個人としてもう一回だけ、もう一回だけ戦わせてくれ。だから今後はあんたたちが FMW 女子として看板背負って戦ってってほしい。すっごいんだよ、思いっきり入ったの。映ってるんだけどセコンドでこうやってってベーブンが私飛んだ瞬間次こうやってやってんの。私だって痛かったんだもん。痛くて涙が出てきちゃってこのバカで。書いてみて、うん、疲れた。なんか久しぶりにシングルっていうか、うん、クドメド全然シングルやったことない、やったことないっていうか。本当にあれ一回できるの？うん、一回。じゃあ前者の時とかあったよ。あるよ。FMW 入ってはそれが初めて、うん、初めて。最初で最後ってこと？そうそうそう。一回だけなの。一回だけ。あ、そう。うん。やってない。内容とか覚えてる？内容とかは、うん、まあまあ良かったんじゃない？うん。うん、ちょっと私途中で切れてゴングのあれで思いっきりガンと来たんだから私あれ結構いい音出たよね。そうそうそう。あのね、鉄の深いネジが頭に入ったかと思ったんだから、びっくりして目が手になって見てんの。すっごい私もさ、やった本人がさ、あ、すごい音だねとかね、すごい痛かったの。すごい音が出たかと思っちゃったね。1回で止まらなかったら3回ぐらいやったんだよね私。そう、それがね、駒沢だったの。それでもさ、こいつ生きてんだよ。死んでると思ったら待って生きてんだよ。レイブ荒っぽいんだよ。やっと言うよ、ちょっと私はあなたはほとんど荒っぽくないよ、悪いけど。言うよ、あんただってすごいよ、悪いけど。だからさ、こういう人がストリートやったら本当にね、怖いんだと思うよ。危ないよ。なんか収拾つかなくなっちゃうっていうかさ、うん、ねえ、それを何度も私はね、体で感じてきて分かってるけど、よく言うよ。この人もさ、切れるとすごいよね。半端じゃないよね。まあみんなそうだけどさ、うん、この人が一番怖いと思う。ね、みんなね、リングに上がればそれなりのあれは出すと思うの。うん、でも根本にね、ここのここのね、そこにある気持ちっていうのは違うっすよ。ねえ、何が。っていうものが私とは。なんだ、どう違うの？私は優しくて。よく言うよ。いや、よく言うって本当の話じゃない。言い方をね、ちょっとよくしてるんだよね。うん、そう？うん。逆に言えばいじめられやすい性格。いいもん、そこら辺。でもこのね、こういう一緒の3人組は1人抜け。必ず最後まで続くとは限らず。ねえ、いきなり唐突の引退発表。そう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 。ね、引退発表どこでやったんだっけ？駒沢が終わったらだよ。終わって、うん、その駒沢やった時は知らなかったの、そんなこと考えてるっていうのは、うん、まあね、離れてるからそういうのも聞かなかったし、うん、でも次の日ぐらいじゃなかったっけ、2日後か次の日ぐらい、な、紙面上それとも記者会見したの？そうそうそう、ごめんね、なんで知らないの？覚えてないの私。
本当にあんたもそうだよ、本当だよ、そういうことはさ、だってさ放送禁止だよ、あれだってよ、普通わかるでしょ、うん、駒沢終わってから何日後だっけ、そんなに経ってないよね、そうだよ、1週間も経ってないんだよ、私全く記憶ないわ、がんじゃないんだよね、うん、いや、そんなことないけど、もうね、自分のことで精一杯なんだと思う、そうだよね、自分のこともよくやってるからね、そんなことない、ね、記者会見開いたんだ、そうそうそう、ね、相談受けてた、知らん、聞いてた、知らん、まああんただからね、できしても、ね、しても無駄だよね、分かる、それは分かる、一人で決めたっていうのはなんとなく分かるような気がするけどなんかこれでさ、私のイメージっていうのがコロッと変わってくるんだよね、うん、どういうふうに可愛く、最初からイメージなんかないかもしれない、そうだね、ああ、うん、だ相談もなかったんだよね、うん、だ腰が悪いっていうのは分かってた、うん、でもさ、なんかさ、これからだって、乗りに乗っていく時だっていう時の引退だったと思うの、私は。なんで今ここでレイブンが抜けちゃったらみたいな。その時は私はもう違うけどね。違うよ。だから、うん、ストリートのその汐留でこの人離れたわけじゃん、うちらが完璧に、うん。で、その後、レイブンその時病気して、ちょっと復帰しそうになってる時だったんだよね。汐留の時でしょ、うん、うん。そう。で、その後少しやって、もう、そんな時間ないうちにもう駒沢だったもんね、そうだからのんちゃんと私の対決終わりました、うん、のんちゃん勝って終わりました、うんうん、次はこっち、うん、レイブンとって言って、うんうん、私勝ったんだけど、うん、そっから一勝一敗ぐらいじゃない、うんうん、まあ、勝敗にさ、うんうん、さあこれからごちゃごちゃしててまあ行くぞみたいな時の矢先の途中での上の引退発表、うん、だからなんで今急にっていう、うん、そうだ、誰にもほとんど言ってなかったもんね、言ってなかったね、急にうん、決めたっていうか、あなたたちはそういうタイプだよね、うん、私は誰にでも相談するタイプだよ、だってのんちゃんの性格が優柔不断だもん、優柔不断がなんか知らないけどさ、何にも優柔不断だもん、普通さ相談したらさこう解決の道に進んでいくならいいけど、迷っちゃうもんね、のんちゃんに相談したら余計、どうしてそういうこと言うかな余計どうしようかなってか、そうそう、ちょっと失敗したら言うみたいな、それはさ、それはさ、いろんな道を選ばしてあげようと思って、いろんな、なんか人にアドバイスだけはしない方がいい、できないんだもん、やっぱやめよう、ちょっと話変えようこのように今でこそ仲の良い3人であるが、レイブン豊田が現役当時はまさに血で血を洗う抗争を繰り広げていた。一体なぜ彼女たちは戦わなければならなかったのだろうか。振り返ってみればそれは本当に離婚とかそういう時期もあったよ、確かに最初の頃は、うん、考え方の違いで、うん、でも最後はやっぱり最終的にはうちの女子のことだよね、そうだよね、それが基本にあって、うん、やっぱりどうしてもぶつかっていくっていうのがあったからさ、うん、そもそもこの3人は全女昭和61年組の同期生として同じ釜の飯を食べた仲間である。この61年組は全女のアジャコング、ガイアジャパンのカオル、 JD のバイソン木村、フリーのクーガなど豪華なメンバーが共に汗を流した。今回はそんな彼女たちの横顔ともいえる当時のエピソードを特別に語ってもらった。どっちかって言えばほら、うちの同期みんな仲良かったじゃん、うん、みんなそうだね、でも特にこの3人が仲良かったってわけではなかったんだよね、うん、そんなことない、うん、みんなが良かったんだよね、うん、結構なんかあったり集まったりとかしてたし ね、最後の最後まで食事当、ね、当番ちゃんとやってたし、ね、あれここが一緒の食事当番、違う違うでしょいつも何もやんないんだよいつもできない、ちょっと待って、あんたたちね、悪いけどね、私がね、ちょっと待って、私とね、エリカちゃん、うん、いつもちゃんと真面目に作ってるのよ、作ってた、こっちはね、ここは作ってたよね、あんたはね、作ってた、こっちはもっと作らない、なんでどうしてよ、コロッケソースかけるだけだからね、それとか言って、それは高みだよ、うん、そうそう、こっちもそう、あんたもそうだよ、私は決まってんだよね、カレーか野菜炒めなんだよね、そうそうそう、でさ、シチューかね、うん、野菜炒めでさ、具がこんないっぱいってさ、手首こう返せなくて重いところはのんちゃんなのね、でしなってきたら私なので、作ってたよね、二人組でねやってたんだよね、一番なんか多いのはカレーとかそういうのを適当にさ、ね、なんか言えるだけだから大丈夫だよ、食べればいいよっていう感じで作ってるでしょ、レイブンはさ、確かに美味しかったね、うん、レイブンとのんちゃん凝ってたんだよね、量でこんな美味しいもの食べれるか、うん、そうだ、最初なんかさ、最初だったから、うん、あ、なんか美味しいもの
作らなきゃとか見て肉団子作ったりとか茶碗蒸し作ったりとかしてたの。だん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 頭できたらもういいかって感じでさ、レイブンたちのさ問題点はさ、美味しいんだけど食べるまでに時間かかるの。そうなんだよ。だって一緒にアイスコールで作ってんだよ。まだ本開いてさ、ちゃんとこうやって生きてるやつ。この人ね、まだね、私覚えてんだけど、寮に住んでた時に、うん、ジュースあるじゃん、うん、ここにね、マジックで、ね、すぐ書いてくるの。日にち書いてくるの。あったこいつ超ケチだよ、悪いけどみんなでさ、こうやってあれるんだよとか言ってすぐ聞いてるぜとか言って、覚えてるよ。それでね、エリカちゃんがね、頭で来てね、飲んでやるっつって。私も飲んだことあるけど。そしたらさ、帰ってきて泣いてた。私のジュースここまで書いてあったのにないとか言って。絶対ね、誰かが勝手に飲んでるんだよ。飲んでるとか言って。飲むから書き出したんでしょ。そうだよ、そんないきなり書かないよ。みんな書き出したんだよ。そうだ、みんなが、みんな背入ってんの。この人がそうだよね、最初は。で、何でもくどめって書いてたよ、全部置いとくの。最後に一言もう二人にね聞きたいんですけど、引退試合ですね、私の、うん、それはほらその日でさ、今までやってきた集大成は全てをそこに出さなきゃいけないわけでしょ。すごく大切な試合になると思うんだけど、何を一番心に思ってリングに上がるべきか、それは二人とも経験してるし、私はまだこれからだから参考にしてもらしたいなと思うから。まあ九度目の場合はもう全部自分の今までのね思ったものを全部出し切った方が自分にとってはすごい後は残らないと思うし、うん、まあ勝ち負け関係なしで、あとまあ喧嘩になっても揉めてもいいと思うんだよね。これが最後だから、自分がいいと思ったものを全部出した方が後は絶対残らないと思うからね、うん、まあこれどうしようかな迷うとかそういうのは一切考えないで、うん、相手に全部そういうの出し切った方が、うん、その方がなんていうの後は残らないと思うから、すっきりしてやめていけると思うんだけどね、うん、何も余計なものね考えなくていいと思う、うんうん、なるほど、頑張ってね、お疲れ様でした。ありがとう。まだ終わってないか、うん、最後本当体だけは気をつけて。そうだね、うん、それまではねやっぱり体ね壊れたら大変なことだしね、うん、でもこうやってみんなの引退それぞれ3人がね集まって見れるっていうのは良かったよね、うん、それぞれ、うんうんうん、ね、バラバラにやめてはいったけど、うん、でもそれぞれの引退式をみんなで ね、 そうだね。天田が去った FMW 女子マットは工藤と豊田の構想を中心として展開されている。お父さんです。いやね、お父さんになりましたか僕も。いつの間にかこうお父さんって呼ばれるようになった、なっちゃったんですけど、あもう何年前かな。もう最近ちょっとド忘れが。7年前。あれ、俺ね、工藤めぐみをね、初めてね、こう、まあ。プロモーター的な感じで見た時にね、あいいなと思ったのが多分ねこれね新潟の体育館だと思ったんだけど、なんかこう勝ち気さの中になんかねこう女のこうパッとね髪がね揺れたんですよ。ですごいねその相手の選手に対してメンチを切ってんだけど、それがねなんか妙にこう闘争心とある反面、その女の本当の意味での闘争心をかきたてられるような、 FMW って非常に根本的にすごい厳しいところがあるし、じゃあ男子と女子のリングっていうのは昔のルーツからいけばそれはありえなかったことなんですよね。ある種さ邪道なんだよね。やっぱり女子は女子であるべきだし男子は男子であるべきというのは、それがミックスされた団体がうちのリングだったわけだから。
男子プロレスと女子プロレスが同居する FMW は当時のマット界ではまさに異例の団体であった。創始者である大仁田は一体 FMW 女子をどのように見ていたのだろうか。結局通常のリングだと5メーター50か5メーター40かが女子のリングなんですよ。だけどうちのリングって6メーター50あるじゃないですか、はい、ということは約70センチから80センチ大きいわけだよね。ということは歩幅も大きくなるし、それだけ体力的なものを、それにリングの硬さも男子用に作ってあるからダメージもかなり大きいっていうのは多分今まで見てた人は分からないと思うんだけど、そういった部分で非常に体を酷使したんじゃないかなと思うんだよね、うん、辛かっただろうと思うし、だけどそれを多分女子という価値観のもとに作り上げたのが多分僕は工藤めぐみじゃないかなと思うんですけど。 FMW の創世期には女子による異種格闘技戦も行われていた。ブンダレンコ・テレチコワとの一連の構想もその一つである。この戦いに工藤はレスラーとしての誇りと FMW の一員としてのプライドをかけて挑んでいった。難敵テレチコワに涙を飲んだ工藤は雪辱を果たすため再びその大きな目標に襲いかかった。の敵っていうものだから、それまでやっぱり見えないものとの戦いっていうのが結構多かったんですけど、テレチコワが現れたことによってやっぱり目に見える大きな敵が久々に現れたかなっていう試合でしたね。で自分の中でもまあスランプっていうか結構迷いが出てきてた時だったんで、それをその試合を機に、まあ、新しい気持ちの切り替えっていうものにもなった試合がテレチコワ戦だったかな。工藤が残した偉大なる実績の一つに団体対抗戦での活躍が挙げられる。工藤めぐみコンバット豊田と、それと、誰だったかな、ブル中野と北斗晶との試合から対抗戦っていうのが生まれたと思うんだよね。だからね、現地こうやって考えると、はい、FMW が最初に引っ掛けしたんだよねそれで俺もね、そう思うんだよね。工藤は歴史に残る初めての女子プロレスのオールスター戦でメインイベントのリングに FMW 女子の看板を背負って登場した。前女の1年後輩にあたる山田豊田に敗れた工藤。
この時の悔しさがホームリングともいえる川崎のマットで爆発する。コンバットという体、同じく140番の工藤恵。団体対抗戦が活発になるにつれ、ついにこの61年組頂上対決ともいえるこのカードが実現した。私残り少ないレスラー生活を私個人として戦わせてください。私は絶対諦めない、絶対勝つまで諦めないから、あとはあんたたちでやって、それが私に今やることだから、私個人としてもう一度だけ戦わせてください。
生まれて初めて有刺鉄線の中に足を踏み入れた場所、ここ札幌で工藤は三度神取と激突することとなった。ビッグマッチを前にしても工藤は普段通りに優しく、ファンの差し出す写真にサインを書き込むなど緊張の色は感じさせない。いつものように会場入りの後すぐに控え室に入り、当日の自分の試合の順番を確認する工藤。この日の神取戦はなんとセミファイナルにラインナップされていた。もっと前の方だと思ってたから。試合前のトレーニングも工藤のレスラー生活の中でもはや当たり前となった日課の一つである。この日は経験済みとはいえ有刺鉄線マッチということで、ランニングする工藤の表情にも緊張が走る。過去3回負けがないとはいえ、目の前のロープが外され、文字通り有刺鉄線で囲まれるリングを目の前にして、また今回の敵は2連敗と最悪の状況が続いているカンドリが相手とあって、工藤の胸に不安がよぎる。さまざまな思いが去来する試合前の工藤に、ある人からの手紙が手渡された。え、いつですかこれ。背景恵みへ。日増しに暖かくなりましたが、いかがお過ごしですか。4月29日、いよいよ引退の日が近づいてきましたね。お母さんはプロレスの世界にあなたが足を踏み入れたことが未だに信じられません。もし私が反対したとしても、恵みの一生を保証するものは何もありません。それならこの子の好きな道を歩ませてあげようと決心しました。途中で体を悪くして家に戻ってきた時は、いつも元気のない顔をして何かを求めている様子でしたが、ある時また自分のやりたい仕事が見つかり、あなたは水を得た魚のようにこの道を選びましたね。これからは第二の人生が始まりますが、残り少ない日々を自分なりに後悔せずに楽しむ気持ちで試合をしてください。それからここまでやってこれたのは大勢のスタッフや応援してくださったファンの皆様のおかげですので、感謝の気持ちを忘れないでください。そして新しい第二の人生に向かってあなたの夢が叶うように、私はいつまでも応援しています。長い間お疲れ様でした。母より。知らなかった。うちの母親はもともと明るいんで、何があっても絶対に顔に出さないし、いつも前向きに人なんですけど、でも実際はやっぱり娘がレスラーになりたいとかっていうのを聞いた時には、いろんな心の葛藤があったけど、でもやっぱり一番私のやりたいことをやらせてくれてたんだなって、
からの手紙、友からの言葉を胸に地獄のリングに向かう工藤。果たして彼女は無事生還を果たし、宿敵神取との戦いにピリオドを打つことができるのであろうか。3回もお前しつこいんだお前。お前に執念深い人間は嫌われるぞ。とりあえず今日は有刺鉄線っていうことで、ね、初めてなんだけど、すごいやっぱねワクワクしてる。ワクワクしてるのってやっぱりどういうもんだね、痛さっていうものはどうなんだろうなっていうね、緊張感とあれなんだけど、まあどっちにしても向こうの道場に立つわけだけどね、やっぱり今回も勝たせてもらうから、とりあえずお前が今日の引退式だということで考えてやらせてもらいます。はい、今日のカンドリ戦に勝って私は4月29日の引退試合に臨みたいと思います。そのためには今日は何が何でも絶対に勝ちます。140分だ。